FIFA Confederations Cup 2013は2013年6月15日から6月30日にかけて FIFA ワールドカップブラジル大会のプレ大会としてブラジルで行われた第9回目の FIFA Confederations Cup である。今大会の公式 Q カフサ6つのスタジアムが使用されそれぞれ異なる都市に配置されている。 2013年5月13日、FIFA により大会審判団が発表された。2013年2月15日、国際サッカー連盟は今大会の賞金として、優勝が410万ドル、2位は360万ドル、3位300万ドル、4位250万ドル、残りの4チームには170万ドル、賞金総額2000万ドルを支払うと発表した。 決勝トーナメント進出国の賞金を上げ、賞金総額は前回大会よりも14%アップした。組み合わせ抽選は2012年12月1日午前11時20分に、ブラジルのサンパウロアニエンビコンベンションセンターで行われ、ブラジル民放の TB グロボが生中継したほか、FIFA 公式 HP 上で生中継された。 ジェローム・バルケ・フィファ事務局長が、抽選会の進行を務め、抽選を引き当てる代表として、ブラジル出身のスーパーモデルアドリアナ・リマと、南米最高のシェフとして、有名なアレックス・アタラが登場した。また、今大会の公式級プレゼンターを2002年日間、ワールドカップ優勝のブラジル代表首相で、右サイドバックだったカフが務め、マリアがドゥー、アルリンド・クルス。 ザメニーナス・ドゥ・モルン・ビラがショーを開催した。正式な抽選方法は、11月30日のコンフェデハイ組織委員会で承認された後、FIFA 公式 HP 上で発表された。抽選方法は以下の通りである。詳細な手順は以下の通りである。原則として、チームポットから引いて A 組に国を入れたら、次は、 B 組2という順番を繰り返して抽選を行う。1組1チーム割り当てるごとに同時に組番ポットも引いて試合順も決める。チームポットのポット1のブラジルは開幕戦を行うため A 組1番にあらかじめ配置。ポット1のスペインは B 組1番にあらかじめ配置。ポット1の残り2カ国から抽選して1つ引き、それがイタリアだった場合は、 A 組に入れ、ウルグアイだった場合は、B 組に入れる。ポット1は残り1カ国。5で引いた国がイタリアだった場合は、ウルグアイを B 組に入れ。5で引いた国がウルグアイだった場合は、イタリアを A 組に入れる。ポット2の4カ国を抽選して1つ引き、A 組に入れる。ポット2の3カ国を抽選して1つ引き、B 組に入れる。ポット2の2カ国を抽選して1つ引き、 A 組に入れる。ポット2の残り1カ国を B 組に入れる。ブラジリアで行われた開幕戦。ブラジル対日本戦のチケットグループ A。チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2グループ B。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2。 チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2準決勝、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム23位決定戦、チーム 1V、チーム2決勝、チーム 1V、チーム 2fifa.com ユーザー投票により選出。AB ユーロ2012優勝国は、スペインであったが、同国は、 2010 FIFA ワールドカップ優勝国として、ユーロ2012開催前に出場権を獲得したため、準優勝のイタリアが繰り上がりで出場権を獲得。AFC、FIFA にコンフェで配日程変更を要請。アジアサッカー連盟。2011年8月2日閲覧。43インザフレ 42014FWC クオリファイアーズ。アジアサッカー連盟。 2011年8月2日閲覧。Executive Committee Strongly Backs Further Governance Reforms and s t r e n g t h e n s Fight Against Racism and Discrimination.fifa.com2013 年6月15日閲覧。Hexagonal Fixtures Confirmed in c o n c a c a f f i f a c o m 2 0 1 3年6月15日閲覧。 ゴール判定システム導入も、微妙死因なしゴールポスト裏にはめ込まれた、ゴール判定システム写真イコールニッサンスタジアム、マイナスデイリースポーツ2012年12月7日、FIFA、ブラジル W 杯で、ゴールラインテクノロジー導入を決断ゴールドットコム2013年2月20日、ゴール判定技術、コンフェデ杯での採用方式決定 FIFA、 CNN ニュース2013年4月7日、ABCD 沢田博明、フットベリスタ。287P26 公式級は、カフ在ザイコールコンフェデハイサッカースポナビ2012年12月2日日本放送協会放送総局長会見。BS1、サッカーコンフェデレーションズカップ2013について、NHK 放送総局長。 会見2013年1月23日、日本放送協会2013年1月24日、閲覧。なおグループリーグ3試合目については、マルチ編成で同時放送するとしている。日本放送協会放送総局長会見。BS1、6月のサッカー日本代表試合。 NHK 放送総局長会見資料2013年5月22日日本放送協会2013年6月7日閲覧 FIFA Confederations Cup 2013W 杯公認のカシローラ禁止へブラジルコンフェデハエーコンメディアグループプレスリリーシズ FIFA.com2013 年5月15日閲覧マッチオフィシャルズアポインテッドフォー FIFA コンフェデレーションズカップブラジル2013、f i f a トコム2013年5月15日閲覧。マッチオフィシャルズ 4FIFA コンフェデレーションズカップ2013、f i f a トコム2013年5月15日閲覧。ABC、FIFA コンフェデレーションズカップに西村雄一主審、佐賀ら徹副審、名木俊幸副審の3人が選出。 日本サッカー協会。2013年5月15日閲覧。プライズマネー、アップバイ 14%FIFA 公式 h p 2 0 1 3年2月15日。FIFA コンフェデレーションズカップブラジル2013。 公式 h p h l o c b o a r d m e e t i n g d i s c u s s, s e s f i f a c o n f e d e r a t i o n s c u p f i f a c o m 2 0 1 2年10月18日サンポーロギアズアップフォーザフィファコンフェデレーションズカップドローフィファ 公式 HP2012 年11月25日、コンフェデレーションズカップ2013抽選方法、FIFA 公式 HP 代表国を決定する、アフリカネーションズカップ2013決勝が抽選後の2013年2月10日だったため、結果ナイジェリアが同枠となる。ドリームチームゲーム、fifa.com <önemli> えー、http://www.fifa.com <news>. <periodically> スラッシュ c-o-n-f-e-d-e-r-a-t-i-o-n-s-c-u-p スラッシュ d-r-e-a-m-t-e-a-m スラッシュインデックス html2013 年7月5日閲覧ありがとうございます。<jamais> <öd ů>